ペーゲストルフは、ドイツ連邦共和国にいたザクセ州、ホルツミンデン群に属す、マチソンで、ザムトゲマインでボーデンベルダーポレを構成する、マチソンの一つである。ペーゲストルフは、ベーザーベルクラントの中央に位置する。ペーゲストルフは、北は、ヘイレン、東は、ボーデンベルダー、南は、ベーベルン、西はブルフェルで及び、オッテンシュタインと境を接する。この町は、 ベーゲストルフとシュタインミューレの二つの地区からなる。シュタインミューレ地区には山小屋と素晴らしい眺望を持つミューレンベルクがある。ここには1927年にゼナトールマイヤー記念碑が建造された。これはベーザー上流域における旅客蒸気船航路の創設者であるハーメルン出身のゼナトールマイヤーを記念したものである。シュタインミューレから約100メートル離れた ホルツミンデン方面の岩山に小さな洞窟がある。ここからは1950年頃まで常に水が湧き出していた。フンガーボルンと名付けられたこの水源は現在では枯れてしまっている。ペーゲストルフは840年にコルバイ修道院の所領大長にパーディストロップという名前で初めて記録されている。ディルク・ボンマー。ありがとうございます。